はい、皆様どうも、マフロです。それでは白猫プロジェクトやっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、茶熊学園、2016、はい、2日目続きになります。ようやくバスでござる。はい、上の方から使わせていただきます。はい、今日はかすみさんがね、ごきげんよう上がりましたので、ちょっと使ってみようと思います。あのあとね、ちょっとガチャまた回したんですけどね、かすみさんがまた来ました。スタールンいただきましたけども、かぶりますね2回も来るとは。他のキャラ全然当たってないのに。アラクレたち出航よ。はい、譲ってあげるよ。片付けるわ。静かにして。読めたまえ。置き方か。どういう効果なんだろうな。もう敵の前に置いてみよう。静かにして。あ、もう倒しちゃってるまあいいか、気持ち分かる。ビーブ、これか。静かにして。罪を清めたまえ。あら、そんな簡単に死んじゃったら本の効果わかんねえじゃねえか。静かにして。罪を清めたまえ。なんか本強くねまだここの敵が弱い。なんかクエストで手に入れたやつだと武器がなかったんで。静かにして。あ、回復してるな。もう回復か。この近くにいれば回復するな。終わったみたいね。帰るわよ。クールだね。ジュエルをくれ。
ちゃん、そうだね。飛ばしちゃいます。仕方ない。ん？みんなは文化祭の出し物について話し合っていてくれ。俺はもう一度学園内外を探してくる。では、シャルロット殿、お任せする。わかりました。大丈夫だ。エシリアは必ず見つけ出してみせる。安心してくれ。最後の一言、嫌に力がこもっていたな。決め台詞ってやつか。悪くない。俺も考えてみるかな。じゃあ文化祭の出し物決めます。ふにゃってきてる。私は特に意見ないから適当に決めといて。先生がいないとこんな感じなのかよ。無責任ね。アイディアねえんだもん。しょうがないっしょ。終わったら起こして。寝た。あ、シャルロットさん。あ、寝ちゃった。はぁ、あ、まあこいつは起きててもややこしいだけだ。あなたがそう言うならそれでもいいけどね。で、どうする。それぞれから一案ずつ募るか。あ、それがいいと思います。公平だと思います。その後で上位の案で決選投票をするのはどうでしょうか。よし、いいだろう。じゃあ皆さん、紙をお配りしますのでやりたい出し物を書いてください。誰かと相談して書いてもいいですよ。ええ、わかったわ。何がいいかな。パフェが食べられるのがいいかな。でも食べ過ぎると体重があれだし。あ、でも毎日運動してるから。あなた割と独り言が多いのね。え、ごめんなさい。ううん、いいけど。あの子供たちはしっかりしているな。ああ、双子だそうだ。わかるさ、よく似てるぜ。ん、どうした、ミレイユ。なんでもないよ。書いた人からこの箱に入れてください。地獄耳なのか。歌っぽいよ。よし、次行きます。1は回復、2は攻撃っていう魔導士のあれかね、特性通りかね。アリエッタさんです。アラクレたち、ね、出航よ。譲ってあげるよ。片付けるわ。静かにして。罪を清めたまえ。はあ？あれはノアさんがやっただけか。また気のせいです。じゃあ置き型の回復っていうことでいいのかな。回復があると思うと避けることを面倒くさく感じてしまうのはこれだけでしょうか。そんな切羽詰まったところじゃないしね。入ってないし、移動速度アップのアクセサリーつければよかったな。
静かにして罪を清めたまえ。あれはロッカさんの回復ジェネボーイロッカさんの回復してくれると思うんだけどな。まあステータス画面で見ろっていう話ですけど初見をいろいろ楽しみたいじゃないですか。なんか飛ばしてる。もうなんか飛んでる。これはスキル2のあれか。本が出てるね。本も一緒に攻撃してくれるっぽい。おお、いいね。終わったみたいね。帰るわよ。今回は順調、取り逃しないね。寝相悪そうよね。ふわって。お前な。あ、また？うん。どんな？お化け屋敷とプラネタリウム、二つの案に絞って投票をしました。で、4対3でお化け屋敷に決定です。お化け嫌いそうだけどね。ガキっぽくね。そうなるだろうな。このクラスには子供が多い。まあそうね。じゃないか。ほんじゃそれでクマコウに伝えとくわ。クマコウ。どうぞ。失礼いたします。数の子組の企画をまとめました。この代わりを。はいはい、拝見いたします。ってこれ本気ですか？書き換えたのかな。何か問題でも？ガチ？クラスの総意です。はあ、あんま、いやでもですね。失礼いたします。あ、ちょ、シャルロットさん、これはよくありませんよ。なんだろう。え、お化けが嫌いなだけ。ありがとうございます。それとも書き換えたな。さて話し合おう。はあ、文化祭といえば校内だけでなく外部にも向けたその学校のアピールの機会と聞く。入学早々の我らに文化祭を命じた意図は不明な点もあるが、決まったからには手を抜くことは許されない。全力で盛り上げよう。固いな。おー、全力投球には全力で同意よ。学校一番の出し物にしましょう。ああ、ゲオルグ殿の心意気やよし。我ら鬼退治の一族も
前例をもって助力いたします。はっ。ああみんなありがたい。姫様アイディアを自分にできるのはあくまで取りまとめまででありますゆえ。投げたゲオルグ。なんだバイパー殿、そこでエクセリア単独に振るのはよせそうよ、そこをみんなで話し合えばいいんだから。確かに申し訳ありません姫様、このゲオルグいささか気がせいておりました。ううん、ちょっとびっくりしただけだから。では改めてここから議論としゃれ込みましょう。いいチームワークだ。このメンツには心配はいらないかもな。しゃれ込みましょうってまだ使うのか、今でも使えるのか。破裂した破裂した。何が破裂した？意見が割れた。同じパスでござる。まあいいか、やってみよう。もう俺みたいなね、おっさんになるとね、今そんな言葉使わねえだろうみたいな死語というやつを使ってしまう場合もあるんでね、気になりますね。洒落込みましょう。譲ってあげるよ。片付けるわ。おお。静かにして。マガコトを払いたまえ。ああ、そっちにしか飛ばない。普通にやればよかった。そうだ、普通に投げれる。はあ、もう俺この本いいね。ワンニャーって。シャルさん好きなんだよな。はぁ、熱意を出しなきゃ。やあ、当たってない、当たった。ファンニャーって言ってる。静かにして。お前投げてくんなよ。そっちに飛ぶ。はい、あ、ここトラップ当たらないようにとかないよね。よかった。もうあいつムカつくな。お、3分待てってこと。静かにして。たけしの挑戦状みたいな。30分じゃなくてよかった。3分長くね、でも3分もこんなとこで待ってれねえし。はい、また後でやっておきます。
思ったけど待つかせっかくだから。ボーっとって言われてもな、なんかすることないか。おい熊さん早く出てきておくれ。待つと時間って長いですよね。でもね、でもこれ待ってたらなんか喋るんですよね。止まってたら確か喋んなかったっけ。わあ1分にしてほしかったな長えよ3分は。そして早く喋ってちょ。あれ喋んねえ、しゃあない。ちょっとマルさんが任せるわ。私でもどんな技だよ。どうなっても知らないから。あーぐるぐるハンマー、これでもこれと変わんない。もう3分経ってない、わかなくね。マリさんまだレベル1だから。早く湧いてちょう。止まってなきゃダメとかそんなんないよね。それだったらもう動きまくってんだけど。もうそろそろ3分じゃねえ。キャラチェンジしてもダメとか。ダメだダメだ、仮想喫茶なんてありきたりだ燃えてる。ここをあえて一周回ってでしょ。ウサギさんたちのラインダンス。お待ちください。それでは主役がウサギになってしまいます。ならばドラゴンでは。論点はそこではないかと。お菓子屋さん。俺の腕はパティシエ級だぜ。わーい。待ってくれ、甘いものが苦手なものはどうなる。お大事に。私もやらない。はぁ、ねえ、これではまとまらない。ならば多数決だ。異議あり。多数決など一見民主主義風味の
見せかけの公平だ。そんなものは尖ったアイディアを絶滅させる悪しき風習だ。まとまって悪しき風習。改革こそそれを断ち切る術。ヴァイパー殿の考えに賛同いたします。そっかな、習慣ってさ、それなりに意味もあると思うんだ。コネ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 。あら、月見さん、お団子ですか？いきなりこねないでいただきたい。俺の腕はパティシエ級だぜ、ヴァイパー殿。あんたは楽しそうだよね。私もお団子こねるんだ。ラッキーこねこね。なるほど。しずく、今日の昼飯はぜんざいでどうだ。よいな。いいのかい。あら、いさみさんお上手。もう団子屋でいいじゃん。いい景色ですね。コネの本質も鍛錬と同じ、自分と向き合うことですから。何？これも鍛錬なのか。ならば月見殿は武の達人。なんかベストキット思い出しちゃったな。俺も達人だぜ。君は何かと乗っかってくるな。ヘイヘイ。おうおう。楽しい連中だろ。そうは思いません。あれ。そう。ねえみんな、脱線してるよ。そう、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 面白いな。はい、ね、散歩のせいでこれはできませんでしたけども、そろそろ時間なので終わっておきましょうか。もう一個ぐらい行きたかったんだけど。散歩用なしパスでござる。動画撮ってなかったらそうでもないんだけどな。お、一回は回せるね。じゃあ回し終わります。またかすみさんっていうこともあり得るのかな。まあそれはそれでスタールーンだからいいけどね、不足してるからね。はい、それではお願いします。違った。普通のハイルーンです。結構任せて。出ないなぁ、本当で。ノアさんでも完全に運が使い果たした感じですね。ピークさんの時も確かこうでしたよね。もう全然出なくなってしばらくきつかった覚えがあります。はい、ということで今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。では、さようなら。